だろうもそうじゃないそうですということで、今回はですね、視聴者が選ぶ34枚目シングルセンター予想アンケート結果発表はい、ということでこちらやっていきたいと思います。まあ、先日ね、34枚目シングル選抜についてのアンケートを取らせていただきまして、まあ、その中のね質問の一つで、34枚目シングルのセンターをね誰だと思いますかっていうアンケートを取らせていただいたので、今回はそのね結果発表ということで、まあ、ランキング形式で票数の多かった順に5位からね発表していきたいなと思います。まあ、まずはですねこのアンケート、まあ、今回はねちょっと期間短かった中でアンケートを答えてくれた方、ご協力ありがとうございました。いつもね助かってます。本当にたくさんの、ね、方が答えてくれたので、たくさんの人のこう、ね、意見をねセンター予想をね聞くことができてね、僕もねすごく楽しかったし、集計しててね楽しかったし、こんな結果なんだっていうね金の結果になってますので、今からね、発表していきたいなと思います。で、まあ、今回に関しても、まあ、いつもと同じようにですね、まあ、単独センターダブルセンターすべて含めた中で、票数の多かった順に、5位からランキング形式で発表していくっていう感じで、まあもうねそろそろ迫ってきましたから、34枚目シングルのね選抜発表ももう数日後っていう感じなので、視聴者の皆さんが選んだ34枚目シングルのねセンター一番ね多いメンバー誰なのかっていう、ね、ところで発表していきたいなと、見ていきたいなと思います。それではスピやっていきましょう。はい、ということでまずは第5位からになります。視聴者が選ぶ34枚目シングルセンター予想ランキング第5位は与田祐希。おめでとうございます。与田ちゃん、そろそろセンターの期間も空いているので可能性大だからです。与田祐希理由、逃げ水入れのセンターそろそろ来るのでは。与田祐希さん最近話題になることが多いからということでですね、第5位、まず第5位は与田ちゃんということになりまして、まあ、やっぱり与田ちゃんに関してはね、もうそろそろ来るんじゃないかと。まあ、逃げ水で18枚目シングル逃げ水でね、ももちゃんとダブルセンター、まあ、3期生ではね、こう、抜擢みたいな形でしたけども、まあ、センターやって、まあ、それ以降、表題曲ではセンターをね、やってないっていうことで、まあ、これね、最近のシングルだと結構ずっとね、こう根強く言われてることだと思うんですけれども、まあ、この34枚目シングルでも、そろそろ与田ちゃんが来るんじゃないかという人がね、多いっていうことで、まあ、僕もね、与田ちゃんのセンターやっぱ見てみたいなっていう気持ちすごくあって、久しぶりに見てみたいなっていう気持ちがあって、まあ、表題曲じゃないですけど全部夢のままね与田ちゃんセンターだと思うんですけれども、まあ、僕そのね全部夢のままの与田ちゃんセンターめちゃめちゃいいなって、ね、思ってるんで表題曲でもね全然もういけると思うので、そろそろ与田ちゃんセンター来るんじゃないか、見たいなっていう意見はねすごく僕も思います。はい、そして次第4位になります。視聴者が選ぶ34枚目シングルセンター予想ランキング第4位5位は井上凪。おめでとうございます。井上凪、理由、最新のカップスターの CM でセンターにいたから。他にいたさくちゃん、かっきー、みずきちゃん、よだちゃんとフロントメンバーな気がしました。井上凪ちゃんです。理由は他にセンターできそうな子が思い当たらないのと、凪ちゃん以外だと誰か卒業する子が出そうで現実逃避的な意味合いも込めてです。凪ちゃん理由、2作連続センターもありかなって、あとはまあ推しメンということでですね、第4位は前回33枚目シングルでもセンターを務めたナギということになったんですけれども、まあナギの2連続センター、まあ、34枚目シングルでねセンターになったら33枚目シングルでもセンターですから、これ2連続でセンターを務めるっていうねことになりますけれども、まあ本当にそれも全然あるというか、まあ、33枚目シングルナギがねセンターの33枚目シングルめちゃめちゃ最高だったじゃないですか。ナギがセンターの乃木坂46 33枚目シングルを見てきてもう最高だったなと思うので、もちろんこのね次も2連続でナギセンターっていうのはもう全然あるなって思うし、または個人的には推しメンでもあるので、まあ、単純に2連続で来てくれたらめちゃめちゃ嬉しいなっていう気持ちもねあります。まあ、やっぱりナギがねここでのランキング4位に入ってくるっていうのは、こう33枚目シングルナギセンターっていうのを見てきた中で、あ良かったなって思ってる人が多いっていうことのね証明にでもあると思いますので、現れでもあると思いますので、またセンターあるんじゃないかっていうのはね、やっぱり33枚目シングル最高だったナギセンターで最高だったっていうことでもあると思いますし、またセンターになるっていうね、期待もあるという感じなのかなと思います。はい、そして次第3位になります。視聴者が選ぶ34枚目シングルセンター予想ランキング第3位は岩本蓮加。
おめでとうございます、単独岩本蓮華31枚目の個別身ぐりを梅山与田と同じタイミングで免除扱いになったし、免除イコール選抜落ちは確実にないみたいな感じだし、副陣も何度か経験しているし、鬼別局もセンター経験している、そろそろいいんじゃないかなと。岩本蓮華ちゃん、前々作は安定のエースダブル戦、前作は5期エースを世間へお披露目だったので、今作は攻めていいシングル攻めてるとは思っていませんが、新センターかなと。加えて最近ビジュが爆発している、レンタンカードの代表メンバーに選ばれてたり、乃木中でもたくさん活躍しているから、ということで第3位はですね、レンタンということになりますが、まあレンタンに関してはこのね、僕はマイシングルこのアンケートやってますけれども、ずっとこう上位にいる、やっぱりレンタンセンター見たいって思ってる人がね、めちゃめちゃもう最近ずっとたくさんこういるっていうのがね、わかる今回のこのアンケート結果でもあると思うんですけども、まあレンタンのね、まあその最近の活躍っていうところ、それこそまあカードね、ビルディバイドのカードの代表にもなって、こういろんなところ出てたりだとかっていう、まあ活躍としても申し訳ないし、まあミングリはね、免除組になってるところがね書いてありましたけれども、まだセンターをやってない、表題曲でセンターをやってない中で、センター新センターってなった時に、まあ僕も、まあ、真っ先に頭に思い浮かぶ一人はレンタンなので、やはり新センターってなったらレンタンっていうのはね、めちゃめちゃあるんじゃないかなと思うし、まあそれこそね、見てみたいっていう気持ちも、まあ、僕も皆さんと同様ですね、めちゃくちゃありますね。はい、そして次第2位になります、視聴者が選ぶ34枚目シングルセンター予想ランキング第2位は、遠藤さくら、かきはるかのダブルセンター、おめでとうございます。かっきーさくちゃんのダブルセンター理由よりも前に、この2人にダブルセンターをしてほしいという自分の願望です。33枚目で2人のカップリング曲ができたことが理由の一つです。また1期2期生が卒業した今年、4期生はこの2人が引っ張っていくぞという意味で、かっきーさくちゃんのダブルセンターかなと思います。かきはるか、遠藤さくら、おそらくダブルセンターになるのではないかと思います。5期生のダブルセンターはちょっと早い気がします。前々作で3期生の久保ちゃん、水木がダブルセンターになったので、次は4期生のダブルセンターになるはずです。このコンビのダブルセンターで紅白歌ってほしいなと思います。かき作のダブルセンター、32枚目が3期、33枚目が5期だったから、その曲を2曲を両サイドで支えた2人が満を持して、おしりさま天国が夏の爆上がり曲だったから、今回は冬の切ないラブソング系を期待したい。かき作の定点雰囲気が絶対にハマるでしょう、ということでですね、2位はかき作のダブルセンターと、この書き作のダブルセンターっていうのもね、まあ、結構もう見たいっていうね、人多いイメージですけれども、まあ、今年のねこの2人の活躍っていうところは、まあ、もちろんですけれども、でまあね33枚目シングルではこのね書き作ユニットの曲もあったし、でまあ32枚目シングルでは久保下がダブルセンターになって、3期生のね久保下がダブルセンターになって、で33枚目シングルでは5期生の凪がセンターになって、じゃあ次は4期生ね来るんじゃないかというところで、この2人のダブルセンター、まあこの32枚目シングル、33枚目シングルを横で支えてきた2人がついに34枚目シングルでダブル2人でセンターに立つんじゃないかっていうね、まあ、やっぱり個人的にも久保下のダブルセンターが来た中で、じゃあやっぱりこの2人書き作のダブルセンターっていうのは外せないんじゃないかなというか、この表題曲でこの2人のダブルセンターっていうのはもう4期生を引っ張ってってる2人ですから、もう4期生だけじゃない、もう乃木坂46もね引っ張ってってる2人ですから、久保下のダブルセンターの後はというか、書き作のダブルセンターっていうのはね、もう確実に見たいなと、もうみんなが見たいと思ってると思うので、まあ、それがね今回のこの34枚目シングルで実現するのかっていうところですよね。はい、そして次ラスト、いよいよ第1位になります、視聴者が選ぶ34枚目シングルセンター予想ランキング第1位は、遠藤さくら、おめでとうございます。遠藤さくらちゃん、乃木中ラストの特報字幕の後、初めてセンターに選ばれる子がセンターの時は新センター発表の字幕が出てたと思うのですが、それがなかったためセンター経験者であるさくちゃんと予想しました。また最近は連続センターがないことから、ニャギや水木、久保ちゃん休業明けということもあり、カッキーはないのかなと思っての予想です。遠藤さくら、去年はカッキーの写真集が大ヒットしてたくさんの注目がある中センターになり、今年は大河ドラマ、朝ドラなどで活躍する
久保ちゃんと水木がセンターとなり、朝ドラも出演してドラマトラックガールでも主演を演じ、さらに写真集も出して今一番勢いがあると言っても過言ではないさくちゃんがセンターになるのがふさわしいと思うから、遠藤さくら理由、写真集初週売上10万部超え、朝ドラ出演、主演ドラマ、地上波放送決定、活躍の場を広げていて、パフォーマンスも常に進化していて、今一番センターが似合うのはさくちゃんしかいないと思ったから、あと個人的にさくちゃんセンターの冬曲が見たいと、遠藤さくら久しぶりにセンターで輝いているさくちゃんが見たい、見てみたいと思ったからです。また最近のシングルは明るい系の楽曲が続いているので、かっこいい系のも久しぶりに見たいと感じたからです。遠藤さくらちょうど1年前にアスカちゃんの卒業発表があり、その意思を継ぐ後継者としてセンターに選ばれると思いました、ということで、このね、今回34枚目シングル、視聴者のね、皆さんが一番センターになるんじゃないかと思ってるメンバーは、さくちゃんと、第1位さくちゃんということになりました。まあ、やっぱりそのね、さくちゃんを予想してる人の中で多かったのは、本当にこの今、一番活躍している、今一番勢いに乗ってるのが、さくちゃんなんじゃないかっていうところで、まあね、さっきのコメントにもありましたけれども、朝ドラであったりだとか、トラックガールであったりだとか、写真集も出してっていうところで、もう今一番勢いあるメンバーって言ってもね、過言ではないっていうところであったりだとか、まああとはですね、まあこれは僕も選抜予想で、あのさくちゃんをセンターにした時の理由でも言ったんですけれども、すごくタイミング的に、まあもちろん活躍もすごい今一番勢いがあるというところも言ったんですけども、やっぱりアスカちゃんの卒業からまあ1年と、いうことで、まあアスカの子でもあるっていうね、まあ僕は言ったんですけれども、そのタイミング的にもいいんじゃないかなみたいなところをね言ったんですけれども、まあやっぱそう思っている方も少なくないっていうね、ところだったし、まだ乃木中のね、その特報告知映像で、新センター発表みたいなのがなかったっていうか、僕それ全然気づかなかったけど、確かに前回のね33枚目シングルの時とかありましたよね、新センター発表みたいなところで、まあそれがなかったっていうところでね、まあセンター経験者が今回はなるんじゃないかっていう中で、さくちゃんが一番ね、あるんじゃないかって思ってる人が、まあ、いたりだとかっていうね、まあ、本当にこう様々な理由からさくちゃんが1位にねなったよっていうことなんですけれども、まあ、さくちゃんもね結構久々ですよね、センターにもしなったら27枚目シングルごめんねフィンガーズグロスト以来のねセンターということなので、まあ、久々のセンターになりますし、またこの34枚目シングルがこう冬曲だったりだとか、こうかっこいい曲ってなった場合にこう一番合うのってさくちゃんなんじゃないかみたいな、今回どういう曲になるかはね全然わかんないですけれども、うん、そういう曲からもこうやっぱりねたくさんさくちゃんセンターなんじゃないかっていう思ってる人もね多いのかなと思いました。この第1位のさくちゃんは票数的にももう群を抜いてね、もう圧倒的1位ではあったので、本当にたくさんの人がさくちゃんセンター予想しているさくちゃんセンターになってほしいと思ってるっていうのがねすごく伝わってきました。はい、ということで今回は視聴者が選ぶ34枚目シングルセンター予想アンケート結果発表をやっていたんですけれども、いかがでしたでしょうか。まあ票数の高い順にですね5位から発表していったんですけども、結果発表こんな感じね、結果はこんな感じになりました。まあ5位がヨダちゃん、4位がナギ、3位がレンタン、2位がカキサクのダブルセンター、1位がサクちゃんというね結果になって、まあやっぱりサクちゃんがまだ単独にしろダブルセンターにしろサクちゃんはセンターになるんじゃないかっていうね、ところだったりだとか、まああとはね、まあそろそろ見たいっていう中でレンタンね、ヨダちゃんセンターだったりだとか、まあ2連続の投げ場あるんじゃないかっていうところでね、まあすごくこうまあ面白いって言ったらあるんですけども、結果になってるんじゃないかなと思いました。改めて、アンケートご協力していただいた方ありがとうございました。 あとはねこのアンケートでは2つね質問させていただいて、もう1つは初選抜復帰っていうところを質問させていただいたので、その動画もですね、後日あげたいなと、明日かなあげたいなと思ってますので、そちらも見ていただけたらなと思います。ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。さよならも